今日取り上げるニュースはこちらです。完全使い、ウィズコロナ時代の雇用、給料、働き方はこう変わる。こちらはニュースピックス編集部のオリジナル記事です、新型コロナウイルスの感染リスクとともに働くことを長期戦で考えなければいけないと指摘。具体的にウィズコロナ時代の仕事や組織、そして働き方はどう変わるのか、今日のゲストの大室先生など、専門家を交えて論じています。佐々木さん、まずは日本人の働き方にどのような変化があるのか、リモートワークの実施状況について1分解説お願いします。はい、リモートワークについて解説させていただきます。はい、7日の会見でですね、安倍首相がですね、リモートワークを推奨する、在宅勤務を推奨するということで、7割勤務者を削減してほしいと、通勤を削減してほしいというふうに訴えてます。その結果、大企業からスタートアップまでですね、いろんな企業が在宅勤務の取り組みを始めているという状況にあります。ただですね、これ東京の23区の1330社の中小企業に対する調査なんですけれども、実際実施率は 26% しかないということで、特にですね、この50人未満の小さい会社になると 14.4% ということで、まだテレワークが浸透してないことが見て取れるかというふうに思います。これは業種別に見ていくとですね、比較的この IT とかですね、情報通信業はこれ 54% ということで進んでいるんですけど、やはりサービス業であるとか建設業であるとか、体が肉体を動かさなきゃいけないところはやはりそれは厳しいという状況が見て取れるかと思います。はい、次にですね、では全国ではどうかと言いますとですね、全国はもっと悲惨です。 5.6% の方しか仕事やテレワークをしていないということで、テレワークって東京にいるとなんかみんなしてるみたいな感じになりますけど、全国で見るとまだまだ 5% 消費税以下、消費税以下、まだまだ浸透していないということが分かるかと思います。はい、それでそれ実施してない理由ですけれども、そもそも業務としてテレワークが難しいというのが一番大きいですし、あとノートパソコンが揃ってないとか、そもそも社内の設備が追いついてないという問題もございますと。はい、そして実際にリモートワークを経験してみた500人を対象にした調査によりますと、実に8割強の方がですね、生産性が上がったというふうに回答しておりまして、実にですね、9割以上の方がですね、今後もこのテレワークを推奨したいと、いうふうに言ってますので、非常に労働者の方にしてみると好評であるということが見て取れます。なるほど。ただですね、課題もないわけではなくてですね、業務上の課題としてはいろんなものが挙げられてますが、やはり紙の書類がないと、要するに会社にあるのでそれ見れないっていうところがちょっと不便であると、やっぱり紙ってまだまだデータがまだしてないんですね。データがまだしてない企業も多いということで、そこの不便があるとかですね、あとやっぱり精神的な課題というところもありまして、やっぱりその同僚とのコミュニケーション、例えば雑談がしにくいとかですね、そういったところでちょっと孤独を感じやすいとか、そういった問題もまだテレワークはあるかなというふうに思ってます。今日はですね、こういったデータも元にしながら、コロナショック時代にどういうふうに働き方が変わるか、そういった中でどういう能力が新しく大事になるのかということを皆さんと議論していきたいと思います。お願いします。はい、本当にこのアップデートは最近、ほとんど人と会ってないけども、でもたまに会ったり、僕らもちょこちょこ仕事、例えばラジオの生放送は俺だけで行って、あと全部テレビ電話で喋ったり、そういうので会うと言われる、特にコロナの会とかすごく言われて、で、とても皆さんこうよく見てて、なのにやっぱりテレビも僕は出てるんで、テレビのマスでは言えないこともすごく深く言えるじゃないですか。だからこの番組はきっとマイナス面以外もプラスも、だからある意味このテレワークなんていうのはこんな実験やろうと思っても誰も参加なんかしてくれないんですよ。でも今回のこのコロナもうしょうがないやらざるを得ない中で、これが受け入れたこの数字、実は今の1分間すごい情報ですよね。いや、詰まってますよね。 5.6% 地方はほとんどやってないっていう、確かにそれは東京でいくら売っても響かないですよ。はい、そうなんですよ。そりゃ、自分の、半径だけの情報で判断しちゃいけないってことですよね。やっぱたったこの狭い日本でもこうなんだから、世界中はもっとすごいでしょう。ね、そういったところも踏まえて今日は議論していきたいというふうに思います。早速論客の皆さんをお迎えしたいと思います。拍手でお迎えください。なんか地方の放送部みたいな感じのなんか人員の数ですよね。人員の数ですね。ちょっと居すぐりの人がもう
この広いところに10人ぐらいしかいないそうですね、もう過疎化してますね、まあね、はい、距離取りやすい取りやすい、そうですね、ね、ということで、はい、ソーシャルディスタンスを保ってよろしくお願いします、はい、はい、ゲストの方を紹介したいと思います。まずお一人目のゲストが小西美術工芸社社長のデビッド・アトキンソンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小西芸術工芸社、はい、難しい字がいっぱい入ってるところじゃないですか、美術も工芸も。古い会社ですね。古い会社なんですね、はい、もう何年ぐらいの会社なんですか。日光東照宮ができた時にできた会社です日光東照宮とため、はい、すごいなこの社長さんなんですね。もともとゴールドマンサックスでエコノミストもされてらっしゃって、経済にも大変お詳しい。いやいや、はい、守備範囲が広すぎるでしょ、もうなんか、うん、ね、篠塚じゃないんだからさすごいですね。それだったら分かるかな素晴らしいな、ちょっといろいろ。観光産業にもお詳しいですし、です、ね、あらゆる側面から今日お伺いしたいと思います。世界的なものも聞きたいと思います。はい、よろしくお願いします、はいはい、お二人目のゲストが産業医の大室正史さんです。よろしくお願いします。はい、あれ、ひょっとしたら大室さんってあのここが自宅になったんですか。いや最近よく来てますけど、ね、はい、在宅って言うの。いや、一応、まあ、あの今日は徒歩で来ました。本当ですか。歩いてこれますから。あ、もうそうなんですね。いや、そうなんですよ、でも今日はある意味では専門分野といいますか。そうです ね、はい、またこの部分でも話を聞けると思います、はい、産業医のお仕事も忙しくなってるんじゃないですか、今の時期。なんか、はい、問い合わせは増えましたね、うん、やっぱり今企業をどうするかって、まあ、うんうん、あとはまあでも今日のところはね、自分だけ保健室に行って、はい、社員は全員いなくて、僕がスカイプでそこでやってましたけどね。なんで僕は行かなきゃいけないと思ってました。へー、すごい、とんでもない時代ありましたね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、続いてのゲストがリンクトイン日本法人代表の村上慎さんです。お願いします。お願いします。いや、もうリンクトインもまさに働き方とリンクした。そうですね、はい、ちょうど今リモートワークですんで、うん、皆さんやっぱ事前にこう情報を知りたいみたいなニーズで、うんうん、結構まあ、貯金だと伸びてきてるんじゃないかなと思いますし、うん、でももう元からこうなる前からもうリモートワークが結構強かったんですよね。まあ、そうですね、僕はLinkedInに移ったのって結構ね、名刺をなくしたいみたいなところが結構あって、やっぱりこうオンラインでやり取りする方が効率的じゃないかっていうところがありますんで、うんうん、まあまあそういうLinkedInのバリューも出しつつですね、まあ、我々はグローバル企業なんで、基本的にこうオフィスに行ってリモートワークをしてた側なんですよね、毎日。なんであんまり、まあ今在宅してますけども、まあ、変わらないっちゃ変わらないという感じですね。そうですよね、確かにそれはすごく感じますよね、はい、何のために移動したんだろうっていう。そう、結局会社に行ってこうテレビ会議をアメリカとかシンガポールとしてるわけで、そうですね、そういう意味だとこう結構慣れてる感じですよね。そう、確かにそう、海外、俺も ABEX に行って ABEX からアメリカに繋ぐとか意味わかんないですもんね家でいいじゃんって話ですもんね、うん、確かに、ね、グローバルの最先端。でも地方を含めると日本全部は 5.6 ですから、うん、驚きましたけど。そうですね、はい、今日はお願いします。はい、お願いします、はい、そして最後のゲストは美濃さんです。お久しぶりです。よろしくお願いします。はい、どうぞ。美濃さんもう今もうバリに住んでるんですか。もうずっと T シャツですねいや、ちょっと自転車で来て暑かったんですよ。あ、チャリンコで来てた。自転車でもう本当に何もなくてスーって。あ、今ね、早くついちゃいました。電気まで消えてるじゃないですか。もう真っ暗ですね。電気って六本木のね、いや、びっくり、うん、電気って消えるんですね、六本木って、ね、本当に俺も消えないと思ってさ人感センサーなのかな、すごい。皆さん普段はトゥクトゥクで移動してるんですか。今トゥクトゥクはトゥクトゥクイーツって言ってお弁当を届けるサービスやってるんで、はいはい、あれだよ、トゥクトゥク増やしたの。いや、1台でやってる。1台でずっと回ってる優しい人だよ。優しい人、ね、優しい人。あの運送料もらってませんか。完全ボランティアで。あ、いいですね、やってます、だってもうずっといろんなズームでいっぱいやってるもんね。そうです、僕もずっと厳冬者で、うん、ほとんど会社行ってなかったんで僕は変わってないですよね。そっか。でも他のそれこそ40、50代以上の人はいきなりリモートって言われて対応できてるのか分かんないです。もう物理的には合わなくなってしまった。あ、そうか、確かに。だから本当あれって僕らって意外と中継とかやってるんで、スタジオの空気を読みながらロケ先でスタジオの空気に合わせてやるとかあるじゃないですか。会議って強制的に空気が合うっていうか波長が合わせてくるじゃないですか、みんな。朝一と朝一の眠そうに。それがないもんだからズームになると意外と意気込みとか分かりますよね、並んでると。いや、そうですね、合わせようとしてるか合わせてないかとか、うん、ですよね、あれ、テクニックが難しい。いや、ズームそうですね、慣れないとね、うん、そう。ちなみにちょっと興味あるんですけど、健常さんズームで出てくるんですか。いや、
それに対して興味ありますか？ズームやったことないしできないと思う。だからそう、その辺も要は健二さん限らずですけど、今この自粛期間、在宅勤務期間、物理的に経営者とか役員とかが消えちゃってるんですよ、世界から。いない、うん、いなくなっちゃったって思ってすげえわかる。でも仕事は淡々と進んでいくって、固定健二さんとか要はキーパーソンはそれでも連絡取るんですけど、うん、その間にいる人って本当に消えたまま戻ってこなかったらどうなんだろうっていう。そう、絶対必要だなと思った人は本当に必要じゃなかったんだなって。だから不祥事を起こして消えた芸能人とかあるじゃないですか。あ、もう本当そんな感覚でした。あれの時本当思いますよね、うん、あ、こんなすごかった人が一瞬で消えてもうどうでもいい。ひどい例えですね。いやでも、いや、うちらはそういうところで働いてますからね。本当そうだね、意外とだから偉い人っていらねえんだなって思う時あるときあるんだけど。そういったところも含めて今日はじっくり議論していきたいと思います。それでは早速進めたいと思うんですけど、まず最初に皆さんにですね、リモートワークが必須になる中で新たに生まれた課題とは何でしょうかということでフリップに書いていただいてますので、うん、皆さん挙げていただいていいでしょうか。お願いします。はい、はい、はあ、おー、意外と疲れる。ちょっとじゃあ、うん、じゃあ村上さん行きましょうか。はい、はい、私はもう既存制度との相性の悪さというので、うんうん、基本的にですね、日本型雇用とリモートワークってむちゃむちゃ相性が悪いんですよね。なんでその制度自体がやっぱりそのメンバーシップ型なので、基本的に会社に来ていて、まあ、さっきおっしゃったように存在感を出していて、要はそのムードメーカーみたいな人も基本的に評価をされてきているシステムと。なるほど、言います。なのでそれも社会保険全部それをベースに作られているんで、うん、基本的に成果主義のまあ極みなんですよね、うん、なのでそのいない分、このどこまで何をやってどういう成果を出すか、うん、成果を持ってマネージャー評価するっていう、どっちかというとジョブ型のそのやり方なので、うん、なのでそのまあ我々のようなその外資とか欧米系の企業はまあそれがベースで回ってるんでいいんですけども、要はそのマネージャーとか偉い人何やってんだっけみたいな話になった場合に、まあそもそも成果ベースでちゃんと評価できてないので、なんでその聞いてもこう返ってこないとか、なんかこのいてもこうチェックするのがお前やってるかみたいな感じだったじゃないですか。でそれを今 Zoom とかで今よく聞くのが、ワンオンワンのリクエストが上司から来まくりますと。なんでこの面談したいと、要はこの見えないからやってるかどうかが不安らしいんですよね、マネージャー側は。ただ部下からすると淡々とやってるわけですよ。なのでそこの信頼関係が薄いので、お前本当にやってんのかって毎日言われて、いや、やってますよみたいになって超険悪になってるみたいな話も聞きますよね。なるほどね、確かにね。なんか僕聞きたいですけど、どっちがいい悪いあると思うんですけど、メンバーシップ型からジョブ型にこのリモートワークを機に強引に変わりうるんですか？これは企業にもちろんよると思います。で、その業態業種によってそれが向いてるの向いてないの、どちらもそのいい悪いがあると思うので、全部が一気にそのジョブ型に動くってことは結構考えづらいかなと思いますと。ただもちろんそのこの後で多分リモートワークにできるかどうか、物理的に難しい業種もたくさんあって、まあ私なんかその IT なんで幸いリモートワークできますけども、どっちかというとマジョリティはしたくてもできないって方だと思うんですよね。なんでそこも結構新たな課題だと思っていて、やっぱこう社会がこう分断しているような形で、やっぱりこのウィズコロナって言った場合に、多分いろんな形のその働き方の多様性が生まれる中で、それを社会としてどうやってこの運営していけばいいのかと、みんなが納得いくような形でっていうのはもう一つの課題だと思いますね。大森さんも似た論点出してるね。ちょっとリモート、ごめんなさい、メンバーシップ型とジョブ型ってちょっと簡単に説明してもらってもいいですか？はい、うん、はい、まあ、大きく働き方組織って2つあるんですけど、メンバーシップ型はいわゆるメンバーとか、まあ、仲間ですよね、まあ、新卒で一括採用して、例えば日本の会社なんかだと文学部出身で例えば SE さんで取るとか、そういったことがまあ海外ではあんまりないんですけど、なんで起こるかって言ったら、これはまずはうちの会社の仲間になってくる人を集めてるわけですよね。で仲間、自分の会社の仲間の人をまあいろんな部署にこう配分すると。だからどちらかというと大学の専門性というよりはまずは仲間を選ぶと。でそうすると何が起こるかというとですね、長時間労働の温床になるんですよ。なぜなら仲間が残ってるから帰りにくいわけですよ。だから仲間残ってるのに俺だけ帰ると。ただこれがジョブ型ってお仕事になると、自分は会社と約束をしてこれだけの範囲、この隣の人はこれだけの範囲と、で全部バラバラですから自分の仕事が終わったら帰れると。だから仕事が分解しやすい。で
この時によくあるのが同じ釜の飯を食ったのかって言ったような言い方っていうのは、まあ非常にメンバーシップ型だし、まあ仲間が余ってメンバーが余ってさらに行くと家族主義なんて言い方もします。でこれになるとですね、仕事が分解しにくいです。まずとりあえず会社に行ってなんかみんなが困ってる人がいたら手伝わなきゃいけないしみたいな、まあさっき言ったムードメーカーみたいなことも起きうると。ただこのそうするとですね、このメンバーシップ型組織にはねリモートすごい合わないんですよね。やっぱりこうどっちかっていうと何でしょうか、僕よく言うのがメンバーシップ型組織がリモート入れるっていうのはこれ完全に言うとあのなんていうかな、 OS が違うのにだからこう Windows のソフトを Mac で入れちゃった感じなんですよ。あのもう OS 自体を変えないと不具合起きるんですよね。で、あのジョブ型が発達してる会社がリモート入れるってことはもうこれアプリを一つ導入するぐらいの感じだから、まあ簡単に進むんですけど、やっぱりこうメンバーシップ型日本の会社多いので、そうなってくるとリモートするとさっき言ったように僕も今すげえ聞きます。一つは放置プレイ上司、いわゆるこう学校で言うとちょっと自習みたいな感じ。だからもう一個はめちゃくちゃ部下のことが気になってもうなんかちょっとまあ情緒不安定な恋人みたいにもうなんかもう彼女かっていうぐらいこのめちゃくちゃもう束縛するって、もうだからちょっと連絡1分以内につかないとどこ行ってんだぐらいにそれずっと。でも超ドライに考えちゃうとどっちも放置も執着もうざいじゃないですか、いらないんじゃないですか。あ、だから結局仕事であのちゃんと成果を見てないからいるとか放置かどっちかしかできないんですよね。だからその存在はいらないですか、それとも会社の業績はその存在がなくてリモート化しちゃうと下がるんですか。まあ、だからマネージメントとして機能してないからぶっちゃけそんなにいらないです。でもマネジメントだけじゃないと思ってね、そのチームでまあ動くことが多いじゃないですか。結構最近聞くのがそのいろんなこうスラックだとかチームズとかチャットツールがされていて、その在宅のまあ勤務時間っていうのがやっぱりそのメンバーシップで時間で決まってるんですよね。9時5時みたいな成果っていうよりかは、かその時間にチャットしてすぐレスがないとあいつサボってるみたいなことを言われるのをすごい怖がってるみたいな、すごいこのソーシャルプレッシャーっていうんですかね。メンバーシップ型の会社だと普段からなんかこう上司とかに何々さんは離席が多いですとかすごいチクる学校みたいな、ランチが長いですランチが長いとか出演室によくいますとか。リモートになると、まあ今まで起きてきた流れですけど、会社の壁も業種の壁もなくなって、それこそ転職とかもどんどん増えるだろうし、そうなると会社とか関係なくその企画に合った人をどれだけ一瞬で呼べるかっていう感じだと思うんですよ。だからすぐメッセンジャーグループ作れるかどうか、また毎回呼ばれるかどうか。だからコロナが起きてやたらメッセグループ増えた人はやっぱりこれから仕事が増える人だと思うんですよね。逆にやっぱ多分みんな増えてるじゃないですか、もうどんだけお前ら作るんだよみたいな。でも逆に今メッセグループが全然増えない人は外れてるような気がしますね。なるほどね。先ほどね、成果主義の極みって話もありましたけど、二極化っていうお話をアトキンソンさんしていただいてもいいでしょうか。はい、はい、さっきご紹介した数字に東京商工会議所の数字にありますように、